はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター3続きをやっていきたいと思います。リオファネス城目指しているところですね。次は遊具の森、行きたいと思います。またイベント、ゼルテニア城の教会跡。神様、我らイバリースの子らをお救いください。どうかこの戦乱が一日も早く終わりますように。この場合の神様ってさ、聖アジュラのことを言ってんのかね。またここにいたのか。夜は冷えるぞ、早く部屋に戻ろう。ガハッ、ディリータ大丈夫、軽くかすっただけだ。お前は早く逃げ。かすっただけなんかすげえ直撃した音、ドキョってさ直撃した音がした気がするんだけど。ダーグ校の手の者か。指示を出したのはダイスダーグだろう。こんな強引な手を打つとは、相当しびれを切らしているようだな。忍者すげえな暗殺者。仕方がない、二人まとめて始末するぞ。承知した。お前たちには同情するが死んでもらう。お、普通に戦闘か。こういうのイベントバトルだからね、楽勝でしょ。オベリアを死守せよ。マバリア張ってくれるし、オベリアしかも早い。ゲッ待って待って待って、あ、よかった、いきなりオベリア狙われるかと思った狙われた、強くね、やばくね殴ってんだけど124無双稲妻好きっていくつ当たるかだよね。オベリアも当たっちゃう。198、ここにしよう。142とか。こいつ何装備してんのそもそも。ゲッ、セイブザクイーンだ、超羨ましい。だからあれか、オートプロテスついてたのか。プラチナシールド、プラチナヘルム、キャラビニエール、ゲルミナスブーツ、武器装備ガード、精神統一も持ってんじゃん。強えな、普通に強え。ディリータ回復してくれ、とりあえず。ゲッ、自分にバーバリアか。まあそりゃそうだよね。ヘイスト、シェル、プロテス、リジェネ、リレイズ。忍者ロングって何？普通に投げてきてんだけど。逃げてんな、そのまま。逃がさんよ。こっから。火力的にはやっぱ無双稲妻好きがすげえ使いやすいんだよね。一発じゃん、どちらにしろ。ザコが。ありがとうディリータ、大丈夫？このくらいは大したことない。まったく、いつも世話の焼けるお姫様だ。ごめんなさい、お前が無事でよかった。これ何ももらえないよね、何もくんないまあそりゃそうか。まあイベントが終わったんでちょっとセーブをします。では遊具の森行きまーす。ここでいいでしょ。ブレイブ94か。1回5上げれば 99% になるからね。でもまあ 94% あれば全然
余裕でしょ。これあいつ来んのかな、ラファいる。幽霊だな。そしてみんななんか浮いてんだけど、幽霊だからか。50年戦争で命を失った者たちが未だ成仏できないよね。現世に残した未練とともにもう一度黄泉の国へ戻りなさい。手厳しいな、死人に手厳しいんだけど。まずはこの時魔導士、こいつちょっと厄介そうだからな。プロテスとかがね、プロテスじゃねえ、ヘイストがね、やっぱり厄介だよね。死んでる中悪いが死んでもらう。ドレインタッチ、クロマ同士は。でもまだファイジャーとか絶対覚えてないからな、こいつら。ラファとか町役立たなそう。やっぱりヘイストか。無理な移動はしてこないね、やっぱり。テレポは、え、何やられた今、スリープタッチ。うわうぜえ。テレポはね、自分の移動の距離の範囲内だったら確率 100% で成功するけど、範囲が離れれば離れるほど失敗する確率も増えるんですよね。そんなことで起こしてくれ俺を。こんだけいれば誰か攻撃して起こしてくれるでしょう。てか寝てる時に攻撃されるとオートヘイストじゃなくてオートポーション発動するのかな。ヘイストミスってるし。攻撃してこない、寝てるからか。こいつはもう別にいいよ、死んでも。眠りのアクセサリーって何かあったっけ、耐性あるやつ。ドンム、霊気を飛ばす。これってどうなる。起きろナムザ。起きた、起きて。オートポーションは発動する。ドンムブが来る前になんとか動きたいんだけどな。こいつ死んだな。全く何の役にも立たないな。みんな魔法合戦だ。ドムブ、かわせ、かわせなかった。ということはもうこっからなんかいろいろ投げられんな。ヤギの漆黒投げちゃう。いくつ当たる。90か、弱えな。じゃあスピード上げとこう。なるべく早く行動できるようにエルメスの靴でも装備してくれよかったかね。サンダガー、マジでそんなもん覚えてんだ。ガー146強え。ただこいつらもうマジックパワーがなくなったら終わりだからね。おー、52全然違うんだけど、なんで。星座の相性か、やっぱり。ちょっと防戦一方になるね。ここで何個エクスポーション使うか。
そしてこいつは何を使ってくる？次ヘイストか。ダブルヘイストだね。でも隣にいる限り、ゲッ、またかよ。62番、よし、かわした。こいつ先に倒そう。下のやつ今接近してるから動けなくてもどうとでもなる。こいつ一発でも当たれば、よし、倒した。ヘイスト、ミス、ヘイスト、サンダガって20くらい使う？マジックパワー。こいつこのままだとさ、あの幽霊にサンダガが当たっちゃうんだけど。何、逃げるか。まあそりゃそうだよね。ちゃんとそこら辺考えてるよね。サンダガ、いってー、オッケー。レベルが上がってる。こっちのサンダガ大したことないんだよね。まあ、ただオートポーションを発動しないと。こっちのサンダガ食らうとまずいからな。てかまたこいつドンムーブとか使ってくるんじゃないの。早く治れよ。いや治んね。ちょっと励ます使おう。万々が一でもポーションが発動しなかったら厳しいから。勇気を上げておく。霊気を飛ばすって自分のヒットポイントは減んないのかな。なんか身を削ってそうな気がするんだけど。クロマ同士にヘイストは今かかってないんだよね。これでミス。ゲ、あの幽霊ヘイストかかった。クリスタル、よし、ドンムーブが消えた。接近してきたな。サンダガマンを先に倒すか、やっぱり。いや待て、時魔導士だな。サンダガ結構早くね、栄翔が。こいつまた、うわ、鬱陶しい。 86% かよ。来た、待て、先にこいつを倒す。お前をぶっ倒す。462とか、ほんと厄介なやつだお前は。クリスタルか、別にいいよ、くれてやるそんなもん。敵は残り4体。こいつも霊気を飛ばすか。そうすると世界は別に幽霊って普通にいるんだね。じゃあそういう場所に行けば珍しくもない。サンダカ、痛い。そろそろマジックパワーなくなってもおかしくないんじゃないか。25、もう一回打てるなこれ。ポーション使ってるわ。こっち先に倒すか、やっぱり。じゃあ
魔導士系はやっぱりな、回避ゼロだ。次この幽霊倒すかな。そうすると向こうの三田側も大して脅威じゃないかな。脅威になるやつらから倒していこう。23、もう一回三田が打って終わりだ。こいつはもう後ろから行こう。確実に殴る。多分文句とかマジで強えな。そう思うと三田らになってる。もう三田が打つ力がないんだな。こういう時にね、サンダガとか継承できればかなり JP の節約にはなるんだけど、それ以外覚えちゃったからね。後ろから行こう。何硬い。お互いダメージが通らないな。何個使った、なんか十何個使った気がするんだけど、エクスポーション。げっ、復活しやがったあいつ。何なんだマジで、めんどくせえやつだな。余計にポーションを使わせるな。アンデッド系は復活する恐れがあるからな。もう一回、よし、オッケー。もう倒そう。なんか蘇られても困るからな。資料の森か。二度と足を踏み入れたくはないな。めんどくさかったからね。でもここだったら人間系の幽霊が出るから継承には役立ちそう。てかフェニックスの2つ手に入れてるし、こいつら蘇らせてあげればいいのに。でフェニックスのってどこまで蘇らせられるんだろう。じゃあちょっとセーブをします。ではリオファネス城乗り込みましょう。ここも連戦だった気がするんだよね。戦闘不能対策もしないといけないからな。バリテン大公、ようこそ参られた。我が城はいかがですかな。ルザリア城と比べるといささか武骨な造りとなっていますが、私は気に入っている。統治のために建造された平城とは違い、戦争のために作られたこの城の方がよほど美しい。イバリースは常に力を持つ者によって統治されてきました。この度の戦乱はひとえに王家がその力を失ったことの証でしょう。要件を伺いましょう。せっかちですな。単刀直入に申しましょう。手を結びませんか。どういう意味ですかな。今申した通り、イバリースを支配する者は力を持つ者です。では今力を持つ者とは誰なのか。北天騎士団を持つラグコ、それとも南天騎士団を持つゴルターナ公ですか。いや、それはゾディアックストーンを持つあなたたち神殿騎士団です。何、成績はそれ一つで大いなる魔力を備えていると聞きます。古の伝説によると、かつてミロンドを襲った天変地異も成績によるものとか。はははいや失礼。それにしても太鼓殿下ともあろうお方がそのようなおとぎ話を信じているとは思いませんでしたな。おや、ではあなたたちは信じていない。それは変ですね。ライオネルの枢機卿が亡くなったのも成績をめぐるトラブルと聞きますが。さて、枢機卿は病死なさったと聞いておりますが。ではあのベオルブ家の末弟を追っているのはなぜですか。わざわざ異端者にまで仕立て上げて追いかけ回す理由は何ですか。異端審問官の者どもの決めたことなどに神殿騎士団は感知しておりませぬ。
おやおや、あくまでも知らないと申されるのですね。しかしこれならどうですかな。マラークを呼べ。父上、申し訳ございません。そういうことか。マラークってそんな強かったっけ。スコーピオンとタウロスは我々が預かっています。この愚か者め。失礼いたします。例の者の侵入を確認いたしました。マラーク、お前に任せよう。望みは何だ。はじめに申した通りです。我々も力をお貸ししたいのですよ。断ると言ったら、教会の不正を世間に暴くだけのこと。成績だけでは何の証拠にもならん。確かにその通りですね。だがゲルモニーク聖典ならどうでしょう。あれならばラーグ校もゴルターナ校も元老院の方々も興味を示すでしょうね。どこにある。さて、それを教えるわけにはまいりません。ウィーグラフ、今の魔導士を覚え、ここは私が始末する。おかしな真似はやめなさい。あなたたちに勝ち目ありませんよ。お前たちの勝ち目ないからね。ぶっちゃけ勝ち目だと。お前たち脆弱な人間どもに何ができるというのだ。父上、イズルードは何も知らないのか。我々をなめるなよ。バリンテン、貴様を殺すことなどたやすいのだぞ。歯向かきか。戦おうというのか。いいだろう。貴様に成績の力を見せてやる。あれ、セーブしときますか。じゃあこのままでいいでしょう。ディオファネス城、城門前。ウィーグラフとも戦わなきゃいけないからね。兄さん、お願い、もうやめよう。一緒に行こう。裏切り者がどうなるかお前も知ってるはずだ。仲間だった者たちに追われ、追い詰められ、最後には殺される。たとえこの場を逃れられたとしても、一生怯えながら暮らさなきゃいけないんだ。俺はそんな生活なんかまっぴらごめんだ。だがこの仕事を無事にクリアすれば、俺たち兄弟を解放してくれると太后殿下は約束してくれたんだ。兄さんはあいつの言葉を信用するっていうの。嘘よ、嘘に決まってるわ。ここで逃げなきゃ一生奴隷のままよ。俺は太后殿下の言葉を信じる。そいつを殺し、ゲルモニーク聖典さえ奪えば俺たちは自由になれる。全員か。アルマはどこだ。妹のことが心配か。そうだろうな。お前がおとなしくゲルモニーク聖典さえ渡すなら命だけは助けてやる。ラムザ、信じてはダメ。マラーク兄さんがそう言っても用済みになれば、あいつはあなたたち兄弟を殺すわ。ゲルモニーク聖典を手渡したらダメよ。その本を持っている限り妹さんは安全だわ。そうか、じゃあお前の言葉を信じよう。まあ、街でもいい気がするんだよな。こいつって弓使い。このナイト一ターンじゃ多分こっちまで来ないから、こいつ死んでもいいから、正直言って。ちょっと待ってね、ここに行こう。でエール、スピードを上げる。1でもね、上げておけば違うんで。お前は行け。こいつが死んだらダメっていうあれはなかったからね。ガードしてるし。上から狙撃するつもりか、こいつらは。果
80。うわ、射程長っ。こいつはまだ来れないか。あれ、ここにもいた。こいつ浮いてるし。デビテと唱えてる。じゃあ横からこのナイトをぶっ倒しますか。356番。おお、やっぱナイトは勝てえな。盾めちゃくちゃ回避率あるね。こいつもガードしてる。先にマラクでも倒しとくか。こいつ弱そう。むしろ、え、なになになに、なんか変な状態異常ついてなかった。この狙撃部隊マジでうぜ。こいつなんで浮いてんだろう。あっち行ったし。さて、では6と4楽勝だね。 85% 一発で倒せる。 OK。 ザコがそこで寝てな。強い。やはり俺の力では勝てんのか。やはりって言ってるし。兄さん逃げる気。え、行っちゃった。まあいいや、足手まといだから先に上の弓部隊を始末しましょう。チャージ。どこ、あ、そうか、あいつのところにやったのか。届くかな。届かねえな多分次。あ、届くわ。ギリギリ届く。でナイトはそんなに移動力がないから、こいつらを始末してる間に多分こっちに寄ってくると思う。で寄ってきたところをまた倒す。この浮いてるやつね、超謎。さて次お前だ。ターゲットはスピードセーブなんて持ってんだ。無駄だな。462とか。逃げろ逃げろ逃げ惑え。矢が何本俺の体に突き刺さろうとも俺は止めることをできん。浮いてるってどういう感覚なんだろうな。よし、これで弓使いは始末した。ナイトは本当に硬いからね。後ろ取れる。9と11だったら大丈夫だな。 90%。 よし、 OK。 あと1人来た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 。ちょっと待ってね、こいつ何持ってんのか見たい。ステータス、フェザーブーツか。フェザーブーツは多分そうだな。クリスタルなんとか持ってるし。後ろを取って終わり。 100% マントとか装備してると厄介なんだろうなきっと。こいつ死んでも浮いてんな。あ、いた。あれ、あ、そうか、殺されたのか。助けて、化け物が。ラファ、アルマ、無事でいてくれ。エルフのマント、ハイポーションとエクス。ゲ、ハイポーション手に入れちったよ。捨てよっかな。捨てられるよねこれ。余計なもんよこしてきやがって。アルマ、これどこ、どっかのなんか地下かな。リオファネス城の地下かどっか。え、
俺も似たようなことしてるけどね撲殺しまくってるからひどい怪我。助けて、あんな化け物が。しっかりして逃げろ、ここは危険だ。ここからどう逃げんだよ。だってというところで、じゃあ続きは次回やっていきたいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。